音の愛を愛をちょうだい。クロスオーバーの風巻き起こしたいと思います。いろんなジャンルを混ぜて、はい、バイキングみたいな感じで、はい、楽しんでいただければ。音楽バイキングです。今日の歌う曲は、ナムっていうんですけど、まああのロックとヒップホップと、お経の融合なんで。徐々に焦りとあの不安、不安と手の汗が半端なくなってきてます。頑張ります。頑張ります。頑張ります。オンエアバトル。厳しくも温かい目で審査するのは視聴者代表の100人。この熱演を全国に届けたいと思えばボールを入れます。ボールを集めたバケツの重さで5組のオンエアが決まります。すでに10組の演技は終わりました。満点を取れば545キロバトル。緊張の瞬間が今始まります。夢に向かうのはあなた。そのステージは NHK。ありがとうございます。どうもありがとうございます。もう本当に選挙に出ようかな。落ちますよ。落ちますか。ということで、はい、後ろにはですね、先ほど演奏を終えました10組がバケツを持って並んでおります。ます。この中からオンエアを勝ち取るのは5組でございます。じゃあ早速行きましょうか、はい、運命の計量です。ルンから行きましょう。忘れないでね、いつまでもこの想いこの瞬間を。いつまでも忘れない旅立ちの歌、名前はポイズンクライ。312、幸せよ。337キロバトルです。青山大志、行きましょう。会えなくなってどれくらい時間が経ったんだろう。453キロバトルです。トリッパー、行きましょう。イベントの先へ。行きましょう。たまにいつもより早く起きた朝には靴下を履き替えて、散歩する犬を追いかけて街中を練り歩く。それではオンエアされる5組の発表です。ルン、おめでとうございます。パオパオパニック、おめでとうございます。クロスオーバー、おめでとうございます。青山大志、おめでとうございます。トリッパー、おめでとうございます。早速難関を突破した皆さんの熱演をご覧いただきましょう。
温泉がたくさんあって最高の街、鹿児島から来ましたルンです。気持ちを込めて演奏しました。そしてイカソトラ聴いてください。どうぞ。この想いこの瞬間をどんな時もいつまでもこの想いこの気持ちでこれから先何があってもこのハートで行きましょう。心の声に耳を澄ませば道は見えるそうは思いませんか。真実はとても正直なもので一見怖く感じるも実はただそれをやっていきたいかどうかひょっとしてそれだけかもしれないね。手の届きそうなところで止まらずに中途半端に悩まずに一旦全部取っ払ってそこで何がしたいのか何をしたいのか気持ちの箱を開いて果汁の中を覗いて因果の縄とこじれた紐をほどいて触れてみる光触れてみるべきなくちゃいけないのは昨日じゃなくてが動いてるのは今忘れないでねいつまでもこの想いこの瞬間をどんな時もいつまでもこの想いこの気持ちでこれから先何があってもこのハートで行きましょう。このハートで行きましょう。編成ですけどもね。変わった編成ですね。一応ボーカルですよね。ボーカルギターですよね。ギターですね。でコーラスですよね。コーラスでと なんなんですか。ボイスパーカッションです。ボイスパーカッション。はい。ギターと歌とかあったんでちょっとねはっきりと。あ、なるほどね。ちょっと今やっていただけますかね。はいはいはい、おー。なるほど。すごいですね。なんでそれをやろうと思ったんですか。うん、変わったことじゃないですか、うん、なかなかあんまりやってる人もいないし、いないね、ですごい魅力を感じてで始めました。え、独学？はい、もうほとんど独学。独学なの？はぁ、ほなもう、はい、自分勝手にやってるだけってこと？まあほな俺でもやんな。いや、まあまあそう、もうできてないからね。こんばんは、パワパワパリンクです。みんなに聴いてもらいたい曲ができました。それでは聴いてください、パワパワパリンクでラブ&ピース。時間にはぐれて愛がさ
今さら言えない、好きだなんてちょっとね。ハンバーガー食べながら僕がもしアメリカならきっとそう、飽きるほど I love you。You are so far in the room. Tears, smile, go ahead and fast to find us and go. Ah, Kimi no birthday, Ikete room.送るなんてちょっとね。フラメンコ酔わされて僕がもしまたドルだったらきっとそう、情熱のアモーレ。そうさ抱きしめ合って見つめ合えばそこはもう楽園さ、弾けるような空の星に追いかけてゆく。今日久しぶりに会うたら衣装がまあこんな感じになっててそうですね、なんかオンバトが悪いんか、まあ、なんか俺らがどんどん悪くさせてるみたいな感じになってどうしたんよ。いやまあオンバトのせいですね。オンバトのせいかいな、はい、すごいな今日は。どういうことやねん。ほんでお前は、はい、今日は保安官をイメージして保安官をイメージして作りました。どうでしたかどうでしたかってどうなんやろいや、君もやで。ええ、あ、そうですか。そうやで、こうキラキラやん、ほらキラキラですよ、これメキシコ人やないねんからどんどん変わっていきますから。君らに一番合ってる衣装は、あれで、最勇気の衣装やね、ほんまにほんまに、孫悟空とね、サゴジョウとチョハッカやるべきなんですよ。なるほど、ツイッターでやるべきなんですよ。気づかなかったです、ね、気づかなかったですよ、ね、はじめまして、トリッパーです。皆さん、テレビの前で一緒に踊ってくださいね。それではお聴きください、ベイソーグーも上々みんなのヒーローだ。トリッパー感情感情で織りなす感情動き出すスーパーミュージックチェックしてみな。嘘か本当か素質かいか水面下でそろそろ本格化よ。みんな立ち上がってか Stay home Stay home この世は歌けた想像できないこんな明日が裏の待ってるの。僕たち行こう忘れてこう誰よ希望さ Everybody 一緒にダンスダンスダンスよ。ないじゃん
先が見えないの Hey! おいおい Say yeah! Yeah! 不安になるけどとりあえずは今を楽しんじゃえさあ早くもっと高く地面蹴り上げて舞い上がれ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 舞
えなくなってどれくらい時間が経ったんだろう。声だけで思い伝える切なさを感じながら僕らは
これからの時も夢も幻も君と一緒だったら大丈夫、越えてゆける。会いたくて募る涙で沖縄。沖縄です。やっぱ沖縄なんや、うん、はい。沖縄でちょっと太ったら大体こんな感じだね。ねえ、なんかちょっと美銀調になって、ちょっとね、娘の美銀、ね、ちょっとあの天秤のあのちょっと重しみたいなんで、ね、ちょっと感じがこうね運動みたいなね、こうね、こんな奥やるね、はい、いやもう急に出ることが決まったんで、はい、痩せようと思ったけど痩せなかった。いや、無理や、無理や、結構太ってるから、ね、急には無理よ、見た目。いやいやいや、気膨れちゃうで、これは。やっぱ沖縄って言ったらやっぱりあるじゃないですか、こういろんな楽器、沖縄の三振とかありますね。ああいうのは使ったりはしないんですか。まあ、あの例えば他の三振を使ってる人もいるんで、うん、自分はもういないまま、うん、やろうかなと、はい、歌勝負で。だって君がそのまま一期一会持ってたらそのままやよね。かぶるとね、かぶったんだよ、ほんまに。愛知から来たクロスオーバーです、僕らが感じた風が皆さんの心にも吹き抜けたらいいなと思います。じゃあ聴いてください。マイフォー。日差しにできる僕の影、二つの心の隙間に風が吹き抜ける。どうせ僕なんかみたいなこと思う、でも睨んだ僕の影が言う、まだやれるだろう。風が僕の弱さ吹き飛ばしてくれたらいいのに、遠く見えるビルの向こうから吹く風に乗せて、この枝たちを飛ばしてくれる、くさきのようにささやくようにありのままの自分で。ちらつく国道の信号機、さあ進めと僕に言っているようで、あの信号が変わる前にもう一歩乱そう。Come on.
こちら皆さんはもともとどういう関係なんですかね。これはメンバー募集をかけて、うん、ボーカルの僕が、はい、うん、僕がメンバー募集をかけて、うん、皆さん集めてきたメンバーです、うん、はい。そのね、自分中心で集めたから、はい、なんかこうちょっと自分だけなんかしょぼかったらどうしようとか不安ない？あいや、それはところないんですよね。ほんま、自信満々。そういうんじゃないんですけど、もう全然いいんですか、そのワンマンで引っ張ってるみたいな感じではなく、なんか形はそうなんですけど、はいはい、状況自体は別にそんなにこう俺についてこいみたいな雰囲気じゃないですではなくて、割と本当に違うの、こう思うんだけどどうかなっていう、うん、ちょっと弱気な感じでそんな感じ。まあそうですね。そうなんや、そうなんや。まあそうですね。あ、まあ、はい、仲いいんですか。じゃあみんな終わってからどうか飲みに行ったり、ワンダウ行ったり。それはないんですよ。それはないの。ないですけど、仲はいいですね。ほんまか、君以外の3人遊んでんちゃうの。いや、知らんだけちゃうわけで、3人遊んでてさ、あいつうっといわーって言ってんじゃん。そうなん。1回だけだっけ。1回言うしたりんか。ちょっと、そうですね。はい、わかりました。はい、じゃあまた。ありました。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとう。悔しいです。リベンジします。絶対します。まあ全力投球したんで、はい、満足です、はい。僕は大成功だと思ってるんで、次回もこの調子で頑張って。いや負けてないと思ってるんで。かっこ悪い。いやいや違う、自分で負けを認めた時が負けだと思ってるんで。次回はもうちょい場慣れして、うん、もっといいのができると思います。はい。残念ながら今回オンエアにならなかった皆さん、本当にごめんなさい。新しい歌を作るのは挑戦者の皆さんと客席の皆さん、そしてテレビの前のあなたたちです。史上最もシビアな音楽オーディション番組、熱唱オンエアバトル。次回挑戦するのはご覧の10組。この中でオンエアを勝ち取るのは一体誰なのか。結果は放送をお楽しみに。